聞いて、俺もあれ面白いな、平均で若干引く方が弱いですね。それでもまあまあ強いですね。ちょっと横からちょっと体重が行くで。びっくりしたな。左手使ってない。いや、どの球技にしてるけど、左手が見たら、そこで行くんだ、この部分が。大投げの人もね。じゃあ、その部分完成したら、一発でそら、筋力がかかります。はい。反対に言うたら、そこで行くのが伝わるから。もうこっち側、もう無意識無意識に全部使うとるから。反対に使うてへん部分を全部使うとるときに、本来使うから。はい。後輩って今、僧帽筋だけでやってるやんか、はい、それで左で使うだけであれぐらい威力が上がる。なかなかそこまでひねってからの戻りのできへん、ね、できへん。僕も戻ってないじゃん。これ右で左で使うねん状態。はい、はい、うん、おいや、もうもっともっといかへん、なるほど。左でも使うやん。普通に素人でもこれ力が出るよ。下がったらポカポカして。そう、うん、これが普通に押すね、投げるやつで。もう OK。もう OK。よっしゃ、今度でいこう。おお。お、自分の。すげえ。今のがそれだな、あの体のなんちゃうのスイッチがどの筋肉使う。ゴン。もうずっと悪い。もう一回やって。女子よっしゃいけ。はい、ゴー。これがだけどこの子のほんまのうちがないです。でこれ普通にやるやんか。はい、ゴン。けど何も得しないことしてんやん。そこで部分を取ったらこれぐらいのことはできるよ、ね。それは自分らも教えてるとき、そこで部分をさっき見るのサッカーの、はい、